はい、それでは今日の後半はそのモジュラーインバースで方逆円の計算というを紹介したいと思います。でテキストは60ページのセクション 4.7 ですので、持っている人はそちらも見ながら確認してください。でここではいくつか言葉を確認しておきますけれども、R はカカンカンとします。で、I を R のイデアルとしまして、でそうしますと、R を I で割った常用感というのを考えることができます。で、ここでやろうとしている計算はですね、この R over I という常用感のある弦 A が、単弦、すなわち情報の逆弦を持つときに、その逆弦を実際に計算してみましょうという話です。で、この逆弦の計算に、拡張ユークリッド誤助法が有効であるということを紹介したいと思います。そこでまず定理としてこの方逆円の計算が可能であるということが定理 4.48 ですね。テキストで定理 4.48 に書かれておりますので、それを説明しましょう。R と D ですね。R をユークリッド整域として、それから D をユークリッド関数とします。でそして A と M を R の弦とします。でこの時にその、A モード M っていうのは A を M で割った、乗用ですね。これがその、R over MR の単元であるならば、またその時に限って、この A と M は互いに素であるということが言えまして、でさらに、この時にその拡張ユークリッド誤助法を用いて、その乗用感 R over MR におけるこの A の代表源ですね。A の代表源の情報の逆弦 B を計算できるというのがこの定理の主張です。で、一応この証明なんですけれども、非常に簡潔にこう同値関係でこう表してみたんですが、まずこの R over MR という乗用感において、この A の代表源ですね、A を代表源とする弦がこの乗用感の単元であるならば、単元であるというのはすなわちこの乗用感で情報の逆弦を持ちますから、それはどういうことを言ってるかっていうと、ある R の弦 S が存在して、SA ですね、 A の S 倍というのが M を法として1に合同であると。すなわち、この S っていうのが M を法として A の情報の逆弦になるということを示しています。で、それはモジュロのですね、言葉を言い換えれば、R のある弦 T というのが存在して、SA-1 というのが、M の T 倍になっているということを言えているわけですね。で、この SA-1 イコール TM をうまく移行すれば、実はこれ SA プラス TM イコール1という関係式になりまして、でこれは取りも直さず、この拡張ユークリッド誤助法で見た式ですよね。でこの形のものが1になっているということは、この S と T というのはこの A と A、A と M をからの使って A と M を入力とする拡張ユークリッド誤助法で計算可能であって、しかもこの A と M の GCD は1であると、つまり A と M は互いに素であるということが示されます。一応こういう流れでですね、その常用感でのそのある M を法とする逆弦をこの拡張ユークリッド誤助法で計算できるということがわかるわけです。そうですね。で、一応尾行としまして、定理のことから言えるのは、その A と M ですね、A と M の入力とするその拡張ユークリッド誤助法の出力を RST の組とするときに、もし R が1であるならば、この S ですね、S をのその R over MR におけるその、その乗用ですね、S っていうのが、実はその R over MR における A の情報の逆弦になるということで、で一方でもし R が1でなければ、この A というのは A を代表源とするようなその R over MR の弦はこの乗用感の単元ではないということが分かります。
ここまででしょうか。それでは早速じゃあ例題をでですねそのことをちょっと確かめてみましょう。テキストの例題 4.49 というのがありますのでテキストを持っている方は見てみてください。R を、まあ、整数関としましてで M を29それから A を12とします。でこの時にその M ですね29を法としてこの A イコール12の逆元がもし存在すれば求めてみましょうというのがこの例題です。そこで先ほどの定理に従いましてこの M ですね29とそれから A が12を入力とする拡張有機との誤助法を実際に計算してみます。でこうバッとこうなんステップか、R2、S2、T2 で R3、S3、T3 で R4、S4、T4 というところまで計算しますと、アルゴリズムに従うともう一回もうワンステップ計算ですね。アルゴリズムに従うと、この R が0になるまで計算しますので、そこで、この R1 個前ですね、この R4、S4、T4 の結果からですね、この29の5倍に12のマイナス12倍を加えると1に等しいということが分かりますので、そうしますとこちらの合同式にありますように A のマイナス12倍が29法として1に合同であるということが分かります。で29法としてそのマイナス12に合同なマイナス12ももちろんいいんですけれども、仮にこれ比の数を取るとするならば、マイナス12に合同な数として17というのを挙げることができますので、この場合は、例えば17ですね、17がこの29を法とする12の逆元として求まったことになります。もちろん今は特にその逆元の政府に関する問題の制約はないですから、もちろんマイナス12がこの12の逆元というふうに言ってもいいわけですね。はい。でいいでしょうか。では、このですね、方逆元の計算を使いまして、今日はもう一つ例題を解いてみます。問題の 4.55 っていうところにありますけれども、代数的数の逆数の計算というのをここでは取り上げます。この問題では、方程式、ここでは実数ですね。実数。とりあえず実数。わかんない。実数とか関係ないですかね。とりあえず実係数の多項式を考えて、で、方程式 x3 乗マイナス x2 乗マイナス x マイナス1イコール0の根の一つをアルファとしましょうと。で、この時に、そのアルファ2乗プラスアルファの逆数をですね、Aα2 乗プラス Bα プラス C の形で表しなさいというのがここで与えられた問題です。ただし、A と B と C は有理数として表すというのが条件です。で、そこで、一応拡大体の言葉をですね、一応ちょっと確認しておきますと、この与えられた方程式を FX と置きまして、多項式か、与えられた多項式を FX と置きまして、方程式 FX イコール0の根の一つを、α としたときに、この Q の括弧の α というのを、その有理数体 Q の α による拡大体と呼びます。この辺の話はもしかするとまだ代数の授業でやってないかもしれないですけれども、いずれ多分今年度中に多分扱われると思います。で、あと、これとは別に、その、有理数を係数とするような、有理数上のか、有理数上の x による1変数の多項式間というのを、q の括弧 x というふうに書きますけれども、でそれを、fx で生成されるイデアルで割った常用化法というのを考えます。で、ここで使う事実としましては、この、か、あと、有理数体か。有理数体 Q の α による拡大体の元っていうのが、こういう α の二次式で
表されたのに対して、このアルファの二次式で表した時の A と B と C を使ってですね、この剰余関ですね、この有理数係数の多項式関を FX であった剰余関における弦、これ二次多項式、二次の多項式になりますが、この二次の多項式にこう対応づけると、これ純度形になるわけですね。で、しかも、ここで FX が規約ですと、実はこの対応は同型になります。で、そこで、今ですね、その、求めてる、与えられた問題というのは、α2 乗プラス α の逆数をその拡大体で求めたいということなんですけれども、この拡大体の問題をですね、この剰余関、右側の剰余関で移して考えるんですね。そうすると、α2 乗プラス α っていうその代数的数に、このまあ写像で移した剰余関の弦っていうのは、x2 乗プラス x という多項式になりますので、これを仮に gx として置いておきましょう。そうすると、左側の拡大体で α2 乗プラス α の逆弦を求めるということは、右側の剰余関の中で、この gx のその逆弦を求めると。剰余関での逆弦を求めるということになります。で、言い方を変えますと、これは、gx の、fx を法としたときのその逆弦を求めるという計算になりまして、実は今日紹介したそのモジュラーインバースの計算が適用できるということになります。そこで、今ですね、その法になっているのが fx で、その逆弦を求めたい対象が gx でしたから、今日紹介した法に従いますと、fx を gx から、を入力とした、拡張有給と誤乗を計算すればよいということになります。で、計算の仕方としては、今までの拡張有給と誤乗法で、この授業で扱った計算は主に、整数上での計算が主だったんですけれども、これ多項式に関しても同じように、剰余を取って計算すれば、進むわけですね。で、このスライドの通りに、R0 と R1 からですね、R2 を計算して、で、R3 を計算していきますと、ここに、この計算例では、剰余が0にならないうちに、計算を止めてしまいましたけれども、この R3、S3、T3 の組み合わせから、こういった関係式が得られるわけです。fx にマイナス x マイナス2をかけたものと、それから gx に x2 乗マイナス3をかけたものを加えれば、2になりますと。で、そこで両辺を2で割れば、こういった形で、右辺を1にできるわけですね。で、この等式を合同式の形で読みますと、2分の x2 乗マイナス3に gx をかけたものが、fx を法として1と合同になりますということを言ってますから、そうすると今までの事実に戻って元の問題を解きますと、その今求めたかったその代数的数ですね、逆弦を求めたいと思った元の代数的数っていうのは、α2 乗プラス α でしたけれども、これは gα とも書けるわけですね。この gα の逆弦というのは実は2分の α2 乗マイナス3ということで求まることになります。で、最後に、実際にじゃあ、その2分の α2 乗マイナス3が、α2 乗プラス α の逆弦になっているということを、ちょっと検算してみましょうというのが、この最後のスライドですね。で、実際に、この2分の α2 乗マイナス3に α2 乗プラス α をかけてみます。そうしますと、右辺にありますように、ここですね、こういったアルファの4次式になるんですけれども、実はこのアルファの4乗プラスアルファ3乗マイナス3アルファ2乗マイナス3アルファっていうのは、この F アルファですね、このアルファを定義している F の多項式なんですが、F アルファでちょうど F アルファで割ると、割りますと、乗余がちょうど1になりますので、この、で、この Fα っていうのは、
まあ、代数的数を定義する多項式ですから、ここは0になるわけですね。そうすると、ちゃんと1になるということが確かめられます。ここまでよろしいでしょうか。はい。ということで、今回は、拡張ユークリッド誤助法の性質からですね、一部取り上げました。状況に応じて、また拡張ユークリッド誤助法の必要な他の性質も取り上げる場合があります。であと、今日はその拡張ユークリッド誤助法の応用の一つとして、その方逆元の計算ですね。モジュラーインバースと呼んでますけれども、この方逆元の計算を紹介しました。で、次回は、拡張ユークリッド誤助法の性質について、またいくつか別なものを紹介する予定です。で、それから、拡張ユークリッド誤助法の応用としましては、実数の連分数展開ですね、テキストですと、4.13 節になりますけれども、そちらを紹介する予定ですので、ぜひこちらのテキストの方でですね、内容を予習してもらえればというふうに思います。ここまで何かありますでしょうか。それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。